さあ、えー、本日のアンケートですね洗濯機の蓋壊れていますか壊れている前提の質問ではありますけどね、うん、a はいそうそう壊れてるんだよでもあの洗濯機自体は使えるから別に蓋が壊れたぐらいでは買い替えようという気にならないんだよね、はい、a がはい壊れている b うん壊れてない大丈夫バッチリはい メールで参加する方は hip.rokinawa.co.jp hip.rokinawa.co.jp hip はいよ、えー、電話がですね098869-8640はいファックスが098869-2202となっておりますので今日もですね いつものように1時までは A と B のパーセントがこんなになるんじゃないのかトントントンと言って予想もタックアしてからに送ってください見事ピット主観家の方にはお米券をプレゼントしておりますので T ーサージに参加する全ての皆さんは住所本名電話番号、はい、そして郵便番号をタックアしてからに張り切って参加してみてくださいはい誕生日を自己申告制となっておりますので、えー、1時までに番内送ってきてくださいお待ちしておりますよ さあそれじゃあですねお昼のニュースいってみましょうか世の中どんななってるんでしょうか今日は報道部ニュースセンターから小磯誠デスクです小磯さんはいこんにちははいこんにちはよろしくお願いしますはいお伝えしますはい小磯さんどうもありがとうございました小磯さんはいはい洗濯機の蓋壊れてますかいや 特に壊れてはないですけど、うん、洗濯機自体がそろそろ変な音をしだしてるかなっていう感じはしますね <laughs> おおおお。どれぐらい使ってるんですか？<laughs> えっとね。もうどのくらいだろう？10年とかそこまでは行ってないと思うんですけれど、あああああ多分67年ぐらいは使ってんですかね。あ,あ、そうなんですね。あのー、まあ、今のね。あのところに引っ越してきた時に、はい、あの引っ越し業者の方がうちの洗濯機と冷蔵庫を見て、うん、うん。これ何年のものだから。えー 洗濯機はもうそろそろですね、えー、冷蔵庫もあともうちょっとかなって言われ方を実はしてまして、はい、考えなきゃなというふうに今思ってました僕10年以上かなあすごい使ってるんですけど、うん、全然まだ大丈夫ですねあのなんだろう使う頻度っていうかその高くないんじゃないですかいやでも毎日使ってますし、うん、でも屋内だからなのかなあうちも屋内 ですかうん、そうです。なんでだろう?。洗濯物の量なのかな?。それはあるかもしれないですよね、もしかするとね。うん。一、三人いるんで。あ、そうか。うん、これ、洗濯するんですか?。あの、た、たまに、たまには回しますよ。ほ、ほ、歩数は。も、あの、やったことありますよ。ええ。あの、上手じゃないですけど。うん。はい。洗濯物の歩数は上手であります。やっぱありますよ、あれ。 あでもまあ一応ねこれはこんなふうに干すみたいなのすよ、ねうん、そうそうこの,この位置にこれを置くとかねやっぱあると思うんですよ結構僕も適当にやってね乾きゃいいっすよねねえって思うんですけどいやいや乾きやすいようにとかねいろいろありますよねなんで濡れてるとこれとこれをくっつけるのとかねだってくっついちゃうんだもん仕方ないじゃんっていう感じですよね<笑><笑> あるあるですね。あるあるですよね。<ー>うん、だからちょっと今考えなきゃなっていうのをちょっと思いました。うん、家電って、うん、そうっすね。十年まあ十年持てばいい方ですよね。だいたい十年ぐらいじゃないですか。ですよね。うん。<ー>だからうそれでいくとうちテレビも多分そろそろ七八年ぐらいになるのかな。はい。という気はしているんで。 一気に来たらどうしようっていう <laughs>。これもありますよね。なんか一個壊れたらみんな壊れる。いいか,かね。どう、大体同時期に買うじゃないですか。うん、そ,うそうそうそう。だから、今、ちょっと、それがすごく怖くて。うん、ただ、あの、冷蔵庫とエアコンは、あの、省エネタイプっていうか。うん、まあ、あの、そういったものを購入すると、あの、ポイントで、こう還元みたいな。県の、ね、あの、制度がちょっと、六月あたりから始まるみたいなのがあるので。うん とそういうのも,もうしっかり見なきゃなと思ってますけどああじゃあこちもまあでもな壊れてないから買い替えられないんだよそうなんですよそうなん,そこなんですよねえねえ、うん、壊れてないのはま,まだ使えるけどそろそろ変えた方がいいんじゃないって周りは大体言うんですよねうん使えるしそう壊れてからでもいいんじゃないかなと僕も思うんですけどうんダメなんですかねやっぱり、うん、一番困るのは多分冷蔵庫ですねあ確かに、はい、壊れて てから買うと、もって買ってすぐ当日は来なかったりするじゃないですか。これからねちょっとねあとエアコンですね。まあそうですね、エアコンもダメですね。うん、ね洗濯機はあのコインランドリーに走ればいいかなと思ったりするんで、んでね、この二つこれからの季節ちょっと壊れたら特にエアコンあたりも設置ね来てくださるまで時間あるみたいですし、ちょっと先々恐々とはしてますよね。そうですね。いやうちも冷蔵庫なんて15年ぐらい使ってんから。<laughs> マジで <laughs> すごいなだから本当にもうまさに戦々恐々ですよ <laughs> いつ壊れるかっていういやじゃあ15年はでもちょっと長くないですか まあまあ大,大事に使ってるからだと思うんですけど<う> <laughs>、まあ、あのこんな言い方しちゃなんですけどね、うん、やっぱりもの物によってはね劣化が早かったりとかっていうのもあるようですしその辺がうんふんなんだろうなと思ったりはするんですけど、うん、なだ,だからといって今ね15年使ってるからといってまだ使えるから買い替えようってならないじゃないですかな、まあ、まずならないですよね。 その辺がだからね難しいんですよね。結構なね額しますしね。そうなんですよね。冷蔵庫なんてそうですし。でどういったものを買うかってあるじゃないですか。どこに重きを置くかっていうところもあるんで、いろいろ考えなきゃなと思ってますけどね。洗濯機なんて機能とか詳しいんですか。全然ですよね。もうもうとにかくお店の方に相談して、でもこんな感じでこんな感じであもうそういう機能いらない。 っていう話をしながらだいたい買うかなっていう。ううん、僕ね、うん、あの車とか好きですけど、うん、そういうなんか洗濯機にどんな機能がついてるとかは全然わからないんですよ。うん、だからだいたいあの。 買うのっていうと、あのなんかセールのね期間中とか、あと年始、あのお年玉、年賀はがきで、当選して何割引きとかってあるじゃないですか。ああいう時に買ったりすることが多いですけど、でもねいつ壊れるかわからないんで、ちょっといろいろ考えてます今。容量ぐらいかな気にしてるの。確かにそっか。まあ何人家族かで違うじゃないですかこれって。まあでも。 あんまりちっちゃいの買うとあれなんで、まあ、少し大きめは買ってるんですけどいす、ね、はいで今ってもうなんだろうもうボタン押しちゃえばあと全部やってくれるじゃないですかだから簡単っていえば簡単ですよねそうですね <laughs> じゃあお前やれよずっとって言われそうですけど <laughs> そうですよこんなの簡単に簡単って言ったらダメですよじゃあお前やれって言われますよじゃあお前担当だって言われそう <laughs> ずっと怖いんですけどそう,そ,うそうですよね <laughs>、はい 家電なやっぱよく使う人が詳しいですね。うん、そうですね。ね詳しい方結構多いです。女性の方でも多いですよね。うん、洗濯機詳しいですね、うん。すごくね、僕はとにかくそういうこうメカというか、うん、機械というかもう本当にうとい方なので、うんうん、もうもう言われるがままにっていう感じになっちゃうので。ラジオの会社に勤めてるのメカ弱いんですか。弱いですね。<laughs> <laughs> めちゃくちゃ弱いですね。メカいっぱいありますけどね。もう全般ですね。ああ、でも。 ラジオのその例えば録音するとか再生するとかっていうのはオーディオ関係は大丈夫ですよね。まあなんとかああれなんとかはい大丈夫です大丈夫ですはいですよね。うん家で音楽を聞くああできますああよくできますどんな質問やがうちでラジオつけてますもんあそうですよねたまに CD をかけますからそうですよねそりゃそうだ。 <laughs> すみません変な質問いやあれはほらもう一生懸命あのねトリセツとにらめっこして最初の設定までは結構大変なんですけど、うん、設定しちゃえばもうあとはもうボタン一つで大体読むじゃないですかはいはいはいそうですあ一応トリセツ読むんですね僕はあの見ながらにらめっこしながらでも時間かかりますあのその今ある洗濯機買った時に「トリセツ読みました」あれはね読んでないなそうなんです僕も読んだ記憶がないんですよどこにあるかも分からないかな そうなんですよ、うん、だからもうねまたこんなこと言うと怒られそうですけどうもうちょっと興味持てよっていうねだからそろそろちょっとねエアコンの確か説明書去年買った時読んでないなと思うんで、うん、そろそろちょっと読んでみようかなとは思ってはいますけどねもう,もう1年以上経ってますけどねそうですね <laughs> <laughs> 今なっていうね <laughs> 去年謎使っといて <laughs> 一回使っといて今,今更読むんかいっていうね <laughs> ところでありますけど <laughs> いやななんかあの あまり掃除をしなくていいとか、なんかそんな感じだったような気がするんであ。ありますね。そういうのね。うん、だけど、なんかほら、ね、注意事項ってあるじゃないですか。チラッと見て、うん、それで終わってるんで。もう、そろそろほら、きれい、きれいにしとかないと、やっぱりそうです、ね。健康の問題も出てくるので。そうん、ね、うん、うん、ちょっと、はい、やってみようかなと思ってます。<laughs> 探してくださいね。はい。はい。そっか、そか先ですね。はい。<laughs> ありがとうございます。はい、いや、本当にね。取説。見てないの多いんだよな。 はい、えー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから小磯誠デスクでしたはい本日のアンケートはですね今日のアンケートはですねラジオネームスピマスでいいんじゃないですかさんのご提案ということで「はい洗濯機の蓋壊れていますか?」壊れていますかっていうこの聞き方がね壊れてる前提で聞いてるというところがねあれなんですけど A が「はい壊れてるわけよ」でもこんなやったら使えるわけよ。 ちょっと爪楊枝挟んだらとかね <laughs> いやあれだって私閉ランんとさ脱水とかできないようになってるからちょっとね蓋壊れてたら騙さないといけないんだよ機械を蓋大丈夫だよっつってねんさあそして昼ボケ、えー、今週はですね番外編ということで沖縄移住を考える人へ伝えたいアドバイス。 真面目なやつからふざけたやつまで幅広く募集しておりますので懸命に「昼ボケ」と忘れずに本日もアンケートを「昼ボケ」ともに張り切って参加してみてください。ゆたしく普通に考えると壊れていないと思うんですけど <laughs> 壊れている前提のアンケートということでうちのディレクターの洗濯機の蓋が壊れてるんですね。あ大丈夫 直しました,あ直,した直したってなんねん,なんテープか何かで貼ってってこと割れたってこと蓋がえ割れてないです割れる前におお。でもさっき言ったみたいにね蓋しまらんと脱水とかやらないはずなんで大事ですよ蓋ってねただだ蓋だけ壊れたからといって使えるから捨てるわけにもいかないしその部品だけ取り寄せることができたらいいんですけどね、うん、はい行きましょう こんにちは。とくろを巻いて聞いている PythonZ です。にょろにょろ。こんにちは。本日のアンケート B。家電付きの物件だったら壊れたらすぐ不動産会電話。甘やかさないよ。だ、な、なんですか甘やかさないよっていうのは。誰を甘やかさないんですか <laughs> <laughs> だ、誰を甘やかさないっていうことですかね。うん、はい。今時はこんななの家電付きの物件も多いの あエアコンはついてるね大体そうですね。ヒプさん週明け月曜日からフルスロットルでかっこいいですね。昨日はお家でキングスの試合を見ながら飲んで悔しくてそのまま朝まで寝たお前指です。かっこ13時間寝たら体が痛くなるね。<laughs> まだこんなに眠れるんか。若い証拠だよ13時間眠れるっていうのは。<laughs> 早速今日のアンケート B、えー、どんな質問 中蓋も外蓋もちゃんとしてます。毎日使ったらフィルターのホコリも周りを拭くこともやっているので大丈夫。沖縄に持って帰るつもりなので、可愛がっています。で今日も楽しく聞かせてもらいますね。はい。はあ、あのー、洗濯のゴミを取る網のフィルターね。あれ、毎日毎日洗ってる。すごいね。うち蓋一つしかないんですけど、内蓋外蓋ってある？ あるあうち1個しかないよ。1個一個。あ二2つのもあるんだ。うん、へえ。2つのものはもう2つのうち1個壊れたらもう回らんってこと。じゃあ2個がいいね。<laughs> なんか。はあ。はい。ありがとうございます。へえ。2つあるやつもあるんだ。うん、はい。えー。 皆さんこんにちはプレゼント企画と理解した埼玉のハチミツ一家です <laughs> 別に今日洗濯機プレゼントしないですよ <laughs> アンケートアンサー A ですあ、これもだ外豚ではなく中豚が壊れています中豚が開けてもバタンと勝手に下がってしまいます脱いだ服などさっと入れられるよう開けっぱなしにしていますあとカビが生えないように乾燥させるために開けていますうちも開けっぱですねはい。子供の頃は 脱水器はハンドル付きのローラーでした。悪いことをすると、この手が悪さするのかと言って、母が私の手をローラーで潰そうとしていました。このお仕置きはあるあるですよね。<laughs> ないないないですね。うち、ローラーのあの脱水器もなかったです。ヒープーさんは洗濯機のこと、洗濯機と言いますか、洗濯機と言いますか。一応今意識して洗濯機と言ってますけど、普通に使うと洗濯機って言ってますね。うん。 こんなあれも体育館でしょ多分体育館体育館っていうさねうーんはいあのね誰誰ってかな P7 さんだったかな X に画像の下だよこのローラー付きのこの箱みたいのがあってま回すのはできたのかな洗うの洗って終わったらもう普通に上と下に丸いのが付いてるローラーがあってこれ間に挟むわけ 手で回すわけこのにして、まあ、たっぴらかして絞るっていうねうんだお前手貸せって言われる <laughs> いやこれはタランティーノの映画やしや <laughs> <laughs> はいありがとうございますイブ、えー、さんこんにちは無麦茶上宮のゆるりですこんにちはアンケートの答え B 屋内置きの洗濯機だから劣化とか破損はしていませんね。中と外ではだいぶ違うでしょうね。あと職場は洗濯機だけではなく家電全般の解体をしていますが、たまに蓋が破損しているものも入ってきます。最終的に全部バラして、プラスチックも全部分別してリサイクルされています。すごいね、そうそうそういう仕事されてるんですよね。家電にもリサイクル法があって、その中にプラや金属、 分別した重量が法律で決められた割合かといった項目もあるので、勝った時のまま家へ持ってきていただけると全部リサイクルできるので、適当にしてないでリサイクルしましょう。それでは梅雨になってもゆるーく行きましょう。すごい。ゆるりさんはい。ありがとうございます。いや、これ大事ですよね。今時ね。全部分別してもう一回素材として使えるやつはもう一回使うっていうね。 洗濯機バラスまあポタープラスチックですよね今時ねボディは何か鉄かうんあと何が入ってんのあれモーター洗濯機だからねモーターは何ね鉄あっ銅線まかれてるねこういう銅線ねあとはそのなんだコンピューター部分か制御部分かうんバラすの大変来ないすごいね はいますすじゃあコマーシャルですここでですねこれは朗報じゃないですかね、はい、ROK、OK、リスナーの皆様へお知らせ「いつもラジオ機内を応援していただきありがとうございます」「6月9日のロックフェスティバルについてチケットが間に合わなかった」という声をたくさんいただいて恐縮しております。これ,これ誰か書いた文章ね。<laughs> スタ,あスタッフ全員の意見としてねはい、えー、なんとかできないものかとみんなで協議を重ねまして5月31日までにラジオ沖縄グッズを購入いただいた方を YouTube でのライブ配信にご招待することにしました、えー、もちろん既にお買い上げになった方も対象となっておりますねえー、ラジオ屋さんなので映像は 手作り感あふれるものになりますし、権利の都合上一部の音は配信ができないこともありますが、雰囲気だけでも楽しんでいただければと思います。自宅で楽しんだり、リスナー仲間とどこかで集まって一緒に中継をご覧になったりしていただければ幸いです。というわけで、6月9日はみんなでロックしようぜ。なお、配信先はグッズと一緒にお送りします。 はい、ラジオ沖縄かららのお知らせでした「買ったらアドレスが届くよ」っつってねただだからまあもちろん売り切れる場合も考えられますし、えー、9日日曜日なんで6月例えば5日6月5日とかギリギリで買うとほらなんかいろいろね 大変なんでお早めにはいお願いしますということですねはい非常にこのなんでしょう心のこもった文章でしたね <laughs> いいですねはいあ僕ももう決めましたからね そりゃそうでしょもう決められてやばいだろ <laughs> はいえアンケート「洗濯機の蓋壊れていますか?」「A がはい B がいいえ」「はいサイヒープーさんラジオネーム平安中ですはいこんにちは」「アンサー A なのかな?」の B「久々に ROK、OK、聞いていたらアンケートが平和中の心を揺さぶったので心の中の平和中に尋ねてみたらメールしようぜということで恐れながらメールした所存ですはいちょっと久しぶりっすねだ,だいぶ久しぶりか」ねえ。 アンサーは曖昧。ベランダ置きの洗濯機、まず夜22時以降回すのはできない。隣や周りに迷惑かなってなるし、あと日中は太陽にさらけ出しているから、プラスチック部分が劣化してきて、平和中家の洗濯機は中を見れる透明な部分から劣化してパラッパラに破損。だから劣化して破損した部分にガムテープをして補給、 補強か補強していたけれども去年新しい洗濯機に変えたよして今もまだその洗濯機は家の玄関前ホールにある洗濯機の機能はまだあるんだけど蓋の部分が劣化しているこのような場合どうしたらいいのかな一軒家の場合とかは、えー、庭で雑巾洗いようとかに使うはずだけど平和中マンションだから安静時間まで千張りよはい平和内さんありがとうございますおーあれですね 何が人の心を揺さぶるかわからないですね。<laughs> 僕は洗濯機の蓋の話で揺さぶられないんですけど <laughs> ね揺さぶられたわけですね。はい。外置きにするとやっぱり蓋プラスチックやからなあっちがでかするんか。ああの半透明の部分を ガムテープだらけにしてるっていうね、もう絵が浮かびますけどね。<laughs> あーはい。中分千足がぬうやがさん、はいさいヒーパーニキ、はいこんにちは。アンケートはダッカラ用の絵。ドラム式じゃなくてベランダに置いてあるからプラスチック部分が劣化して追われて、そこから中身がよく見えらやしさ洗濯機自体が壊れていないから買い替えはしないけどさ、ではあ次回まで読んだ千葉良哉。はい。中分千足がぬやがさん、ありがとうございます。 ももうここれれれ割れても一応周りはむかあの真ん中が割れてその蓋の端っこあれ多分端っこがセンサーに引っかかるさなん,なんかねカチッってってあそこだけ残ってるってことなのかな。うん、あ<ー>真ん中穴いってる <laughs> 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 洗濯機うん。なんかあの いやいや本当に使えるからさ壊れてないからさ蓋だけ買えんかな <laughs> って思わん, <laughs> うーんこれ需要あると思うけどな蓋の需要 <laughs> ヒブさんこんにちはチーム運びは四軸定商愛好家ですこんにちはアンケート B です蓋よりも蓋の開け閉めのセンサーがたまに調子が悪くなりますそしたら蓋を閉めても蓋が開いていますよっつってからね P P P してエラーが表示されますそしたら 洗濯機を平手打ちして気合を入れ直すと目覚めます。<laughs> えー、昭和のやり方ですね。バーンっつって。<laughs> あの洗濯機ってこの鉄板でこの四角になってるからそば、うん、叩いたらまあまあノートなんでブイーバーンっつって。<laughs> <laughs> すみません。 頑張りますえっ、ー、と、閉まってますすいませんぼーっとしましたっっね <laughs> かわいそうに <laughs> はいコマージャルですあっはあ P7 さんが内蓋外蓋2つあるのはドラム式洗濯機だはずよドラム式ってあれね斜めなってるやつああおしゃれ洗濯機なあれおしゃれな感じするんどうや なんかあのー、こんなのやってる人髪にこんなってこっちくびってる主,主婦がやる洗濯機に見えないなんか <laughs> 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 なんかおしゃれなほらあのヌンリがあるこのなんかタオルこなして反対からくびってるやつタオルじゃないのかあれは <laughs> そうかうちはまっすぐなやつです、うん、はいはい、えー、はいタイタイプさんコ、えー、マディーさんチャーガンジューですかラジオネームスーズーですはいこんにちははい 天気悪くない。台風の影響ないね。本当ですね。して今日のアンケート洗濯機の蓋壊れてもいないし上等だけどまあ室内置きだからね。ヒープーさんは普段蓋閉める派開ける派私は乾燥のために開けてるんだけどたまに泊まるたまに泊まる姉が毎回閉める。私が実家に泊まるとその家のルールがあるからそれに習うのに毎回閉めるのはなぜ 我が家は乾燥で開けてるからって言うんだけどね。ああ、はいはい。うち開けてます。はい、さっきも言った通り。その方が乾燥するかなと思って、カビとか生えにくいかなと思って。うーん。はい、ありがとうございます。あ、あるよね、その家のルールがちゃんとね。これはこんなだよっつって。うーん。はい、ありがとうございます。姉ちゃんは、まあ、また違うルールがあるんだな。うーん。 ハロー T サージパラダイスデコガベジータと申します。こんにちは。アンケート B です。しかし幼い頃の洗濯機は、はいはい。二層式洗濯機で、左側の洗濯の層の蓋がなく、よく洗濯物が回ってるのを、つるばって見ていました。右側の脱水の方は回転が強力で、回転中は、ダタッドタッドタタタタタタと大きな音と振動が激しくて、 脱水中は怖くて洗濯機に近づかないようにしていましたヒープーさんは幼い頃の洗濯機の思い出ってありますかそれでは失礼しますはい二層式ね昔みんなこれだったよねなんかね今もあるらしいよ二層式ってなんかこれがいいっていうやっぱ熱烈なファンの方がいるみたいですねうん,うん確かねそうそうわった実家のもんも昔よ二層式のよ脱水のみの 蓋壊れてんかったかな丸見えじゃなかったかなね。もうデージ揺れるよね <laughs> そのまま玄関から出ていくんじゃないかなって思うぐらい揺れる行 <laughs> 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 ってきますみたいな <laughs> はい。今はそんなことないと思いますけど昔のは死に揺れよったな、えー、こんにちはヤンバル福木並木からリリリスマイルリンダですこんにちはメッセージテーマー アンサー、B、です洗濯機の蓋は壊れていないけど最近になり洗濯機に足が生えて洗濯が始まった時と終わった時の洗濯機の位置がずれますよ洗濯機が歩いてますねヒプさんは洗濯機が回る間にずっと眺めているんだよね蓋をしなくても回る洗濯機かなはいスマイルで頑張るんばはいありがとうございますやっぱりな歩くんだな恐怖歩く洗濯機 <laughs> <laughs> 応接間にいるとかねコンセントちゃうなってるば <laughs> コンセントないと回らんからね <laughs> はいコマーシャルです玉城ティロさんが X で琉球トラウマないと歩く洗濯機やるかなってって <laughs> スタジオパートが困るんだよないや怖かったですねちょっと言いにくいんだよなええー、あと高井さんが二層式洗濯機のおすすめ人気ランキングっていうのがあるね やっぱあるんだねね今でも、ね、川崎のしおんさんまあうちの洗濯機はドラム式ではない縦型ですが内蓋外蓋両方ありますよっつってへえー、チンナンプルプロさんドラム式じゃなくても大きめならふ2つ蓋あるよつってそうなんだねこれびっくりしました青桐みかんさんまあアンケートビート「標準使用期間過ぎてますが元気に洗濯してもらってます」ということであのラベル 写してるんですけど製造年が2016年で設計上の標準使用期間7年って書いてあるんですよ、えー、これ,こ,れこんなん書いてたっけ、えー、うちの洗濯機見てみよう絶対10年ぐらい使ってるへ、えーはいちゃんと書いてあるんだね皆様こんにちは今朝は足の親指噛まれて目覚めたスピマスでいいんじゃないですかですがいいですか 何に噛まれたのかなこれ答え A ベランダ置きなので真ん中の折りたたむところで割れていますガムテープ3台目でタッコはしてます横の持つところも取れているのでガムテープ4台目で隠しています終わりもうガムテープにも何台目ってあるんですね <laughs> <laughs> 3台目ってことは3回貼ってるってことか <laughs> 恒例と言いたいけど言いたいいいたたけけどど使えるからね <laughs> この辺がね、うん、反対だったらいいさモーターが壊れて回らんだったら蓋はね上等野がモーター壊れてるって言ったらもうこれ使えないけど、うん、蓋壊れたら使えるからなベニヤで作ったら <laughs> この辺からになんか超都会付きてからにこの辺折り曲がるようにパクッてからに。 技術クラブに頼んんだ作作っっっててくれれる多分 <laughs> おったたこれ蓋蓋 <laughs> あなたの蓋作りますさ回答 A 洗濯機の蓋が壊れて買い替えたいのですが外置きなので新しいものを買ってまた外置きにするのが嫌なので引っ越しのタイミングで洗濯機を買い替えようと思ったまあまあ、引っ越しのタイミングがつかめず10年経っています。 夫が応急処置で洗濯機の蓋をテープで直してくれてますがもうちょっと蓋がミイラみたいになってます怖いですキブさん助けてくださいなぐるぐる巻きにされてるんですけどしかも白いテープ使ってるもしかして <laughs> あんまり白いテープないけどな <laughs> はいありがとうございますうんやっぱりわ割れてるってことか プラスチックが。あ、折れたてに好きになってるよね。蓋って。大体。はガムテープでいけるもんなのかなどうなんだろうな <laughs> まあ一応閉まれば。3代目です。3, 3代目。高 <laughs> 齢と言いたいけれどもね、使えるからね。<laughs> はい、えー。続いては沖縄ホームメールおしゃべりキッチンのコーナーですよ。どうぞ。 はい,い、じゃあ皆さんのお誕生日をですね、万味化してからね、お祝いしますよ。えー、皆さん、こんにちは。やんばる福木並木から、リリリスマイルリンダです。こんにち、は。お誕生日コナーへお邪魔します。27日は、オーストラリア在住のエブリーマダム75歳のお誕生日です。えー、おめでとうございます。うん、すごいな。ラジオ沖縄聞いてんのかな これからも健康でスマイルハッピーな日々キラキラ輝いて過ごせますようにエブリーまダもにますますの幸せ来い来いはい聞いてるんでしょうね多分ねオーストラリア在住のエブリーさんはい75歳の誕生日おめでとうございますすごいね、うん、ラジオネームうるましの怠け者さんこんにちは今日27日で怠け者は41歳になりましたありがとうございました特に言うことありません 毎日楽しいですよかったね <laughs> はい <laughs> 俺の白玉獣さん41歳の誕生日おめでとうございますああ言えないもう40代は楽しいですよ最強かもしれんね40代はいろいろなバランス的にね、うん、はいでは、えー、5月27日お誕生日の皆なさんまとめておめでとうございますはい ハッピーバースデー,ーおい。お誕生日の皆さんの向こう一年間が絶対に健康で、うん。そしてデージ笑える、楽しい一年になりますように。おめでとうございます。こっち食べてくださいね。肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよ。はい。さあ、そしてですね。えっ、ー、とね、これめでたいですね。皆さん、こんにちは。ハンカチワンピースと申します。 はい、こんにちは。ヒープーさんのユタのような予言通り、石油王と結婚した私ですが、<laughs> そうだったんだ、すごいな。<laughs> よかったね。この度、念願の第一子を出産しました。数年前、初めての妊娠の子は、早い時期にお空に帰ってしまい、あれから不妊治療を頑張って、やっとこの子に会うことができたのですが、不妊治療は、自己注射もあり、大変だなと思いましたし、妊娠したその後のつわりも、 食べては入ってとしんどかったですし出産は痛くて死ぬかなと思い産後もあちこち痛くて満身創痍世の中のお母さん、うん、お母さんたちすごすぎと思いましたいろんな経験をして妊娠出産って本当に奇跡の連続なんだと感じました今はまだ慣れない子育てに日々ドキドキしながら親のすごさとありがたさそして子どもの頃の自分に対してもっとお利口さんでいたらよかったのにと反省する毎日です この場をお借りして「お母さんいつもありがとう」「やっと会えた愛しい我が子のすくすく健康を祈ってヒープさんの「こんにちは赤ちゃんふん」を聞けたら嬉しいですこれからも育児のお供に T ーサージ聞きながら過ごしますということでああよかったですねはいおめでとうございますではハンカチワンピースさんたちのわらばはい、えー、無事に生まれてきてくれて本当にありがとうようこそ沖縄へ「こんにちは赤ちゃんうーん」 はい、すくすくと元気に育ちますようにということですねはいおめでとうございます、はい、さあではアンケートうん洗濯機の蓋壊れていますか A がはい壊れている B が壊れてないこんにちはスタッフヒープリスナーさんテーマ「洗濯機蓋壊れていますか釣りバカバーカーの嫁さんです」ははい、こっちは <laughs> これ2回書いてるね釣りバカバーカーの嫁さんはい「うん、ヒプさん我が家覗きましたか爆笑我が家洗濯機の蓋取れていますが頑張っていますよ洗濯機が1 0ロの洗濯機ですが蓋の両サイドはめ込むところが片方だけ壊れ片方はめたらまだ使えますしかしたまに洗濯物量が多いのでま向き傾きかな 蓋がずれてアラームならないかとヒヤヒヤしています旦那様と一緒に昨日洗濯機見に行きましたが洗濯機の奥行き蓋の大きさ幅が洗濯機を設置する場所をいろいろ測らないと洗濯機が置けませんよ洗濯機種類いっぱいあるから悩みますヒープさんは縦型横型の洗濯機どちらでしょうかおすすめの洗濯機ありますかうんっていうことは、えー、見て迷って 測らんとダメだっつって変えるっていうことですね。うん、測ってからイキメーションはい、ありがとうございます。おすすめの洗濯機ですか。やっぱティーサージにはね、沖縄シャープさんがついておりますので、シャープのね、洗濯機もぜひぜひ見てみてくださいよ。お願いします。はい。これあるんだよ。これこれこれこのよう。蓋のよう。 なんていうのかなこのはめるところの凸部分が片方だけ壊れてる問題これ結構あるわけよこれあのタンブラーの蓋がよこんなんやんばい片一方の凸部分が折れてなくなって片一方はついてるわけだから一応は動きはするわけよただ取れる僕はタンブラーだからいいですけど洗濯機は困るようなら止まるんじゃないか多分急に取れたら。 途中で回ってる途中で、はいありがとうございます。それは洗濯機の種類は多いでしょうね。うん、縦型と横型って感じ、横型ってあるの？<laughs> <laughs> 斜めですよね。横は大変だと思うよ。なんかフ,フライかなんか上げてるみたいな感じにな,なってるはずだから、横回したら大変やんの多分ね。 コインランラドリーって横かそうだよねすごい横もあるなそういえばなーはいはい最低部つともですこんにちはお題の返事は B うん壊れてないんですが蓋の透明のところが劣化で白くなってきていますはいプラスチックの宿命ですよね劣化するというねちょっと力でパキってすぐ行くからね うんはい、これなんとかなんかといってじゃあ蓋をよ鉄にするかっていうところであるさ重さのあれやねうん何か絶対でメーカーさんもなんか紫外線対策とか蓋にねやってると思うんですけどね沖縄はやっぱり日差しが強いのかなこんにちはイブさんムサオですこんにちはアンケートは B の「蓋は壊れていないです」「室内に置いているので大丈夫です」 蓋壊れてたら動くの直す優先順位だったら前歯の次に直すよ。な、何洗濯機の蓋な <laughs> はい。ムサオさんありがとうございます。あ、そんなに重要うん。まあ、はいはい。第1位は僕はしょっちゅう言ってる通りメーバーですよ。壊れて直す順位。第1位メーバー。2> <laughs> 第2位クーラー。クーラー。<laughs> もうこれはもう部屋でも何でもクーラー。 うん、第3位さっきも出ましたけど冷蔵庫ですねあと飲みやがや壊れてパワーウィンド <laughs> 開けっぱなしになるからね車 <laughs> よく壊れるわけよこの <laughs> 車バチッてって音が鳴ってワイヤーが切れる音がするわけ <laughs> あいいや終わったやつさと思って手で上に上げてもよスルスルスルって落ちていくわけよ雨降ったらデジテてえな終了うんはいそうですね 島上里さん、はい、こんにちは。アゲイヒブさん、島上里が電気屋で洗濯機買ったの見たの？アンサー B。最初はプラスチックが割れてボロボロになってたからガムテープで補強して使っていたんですが、先日センサーが反応しなくなってエラーで回らないことがあったので昨日買い替えました。もういよ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 ダメってことですね。うん。でもね、これダメ。 これは死んではでまだいないなわわけよかる俺だったらどこのセンサーに反応してるのかなっていうとこ探してからもうよ最終手段よこのセンサーの例えば蓋閉めて押すっていうセンサーだったら押したまあまあもうテープで止めて <laughs> うんやるなよ。危険度 <laughs> 一応でもこれも試してみたくないなんか縫うから挟んどくとかよ。で縫うから挟んでもまた脱出する時のガタガタで落ちるからさ絶対。うーんなんかでモーター生きてたらなんかちょっと買い替えるのあれなんだよななんかねはい。さあでは1曲はい「若かあターの曲を聴いてみよう」のコーナーですね。えー、今日はですね人気の TikTok クリエイター優里。ユーリ っていいう方がいるんですか、うん、の「ハートワワンンワン,ワンこれあの数字の「111」と書いて「ワワンワンワンなんですねっていう曲「えー、いいね」がいっぱい欲しいという <laughs> 承認欲求をストレートに歌った曲ということなんでなんと尺がですね1分52秒というさすが TikTok。 はいということで有利のハート111入りましたもういい本日のアンケートですね <G? S 2> 洗濯機の蓋壊壊壊れれれててますか A がはい壊れてる B、うん、壊れてないええー、え皆様こんにちはラジオネームデイジナぽっちゃりです BC こんにちは早速アンケートを B 何年か前に家族は4人だけど洋服の量が半端ないため1 0キロ以上の大きい洗濯機を買ってまだ上等なんで蓋は 2つあって全然割れてないですし大きい洗濯機が値段は高いけどかなり便利だなと思いましたよヒープさんちの洗濯機は大きいサイズですかではでは最後まで放送頑張ってくださいはいいやうち大きいサイズだと思いますあの毛布とかあんなの頻繁に洗いたいっつってで大きいの買ったんですようんはいありがとうございますそうだ蓋は2つあってでどういうこと2層式ってこと あ内蓋外蓋かあこれえ一個よ予備でつけとったら <laughs> 蓋おうんねえまあまあ45年経って嫌なあなたこれに変えてくださいみたいなねうんえやっぱ蓋売ろうぜラジオ沖縄のあのマークおオールドのマーク入れてからにマジでどんな洗濯機にも合いますっていう蓋合うかや <laughs> これめっちゃ需要あるやしみんなみんなテープで貼ってるよ。うん、心はいつも前向きでおなじみティーパラネームともぶんです。はいこんにちは。アンケートを B 室内に洗濯機あるし去年か一昨年かな10年ぐらい使っていたけど買い替えたからさただ晩年は蓋がふにゃふにゃしていたよ。縦式の洗濯機で折り曲げるタイプだったけどその下にある蓋がガバガバのゆるゆるだったわけだから使用後はずっと蓋開けるさね。 下の蓋をその上の蓋で折り曲げて押さえつけてる感じでしたね、えー、洗濯機といえば湯船がなかった我が家小午の時どうしても湯船に入りたくて二層式洗濯機のあるところにおい溜めて入ったことがあるけど体育座りのまま身動きも取れずに3分もたずすぐ出たなヒープさん洗濯機に入った経験ありますかはいどうも文さんありがとうございますまあこれ危ないから絶対ねやるなよっていう話でありますけど昔やったはず多分 うん昔いろんなのに廃炉してて冷蔵庫も廃炉しててあれ入った中からあかんっつってからに大変なことになるからそうそうだからや,やるなよってずっと言われてたんですよさすがに冷蔵庫はないですねはいありがとうございますあと全然関係ないですけどこの二層式の洗濯機まだ使えるから捨てないでなんか 車庫とか畑とか畑から帰ってきた時足洗うところとかに置いてないなんか <laughs> 要は土土とかで汚れたのをお家の中持って行きたくないからこっちで洗うみたいなねあるよねまだ使えるこの二軍の洗濯機というかねうんあと何人かがもう X で書えてるんですけど食べ物洗う。 えっとね、ホルモンとかあとなんかこうどっかの内地の焼肉屋はこれでなんか焼肉のタレ作ってるとか <laughs> すごいよねだからもうあれやなにグーってこう混ぜてぐるぐる回ってるところなんかあの洗剤入れるのいいからまたなんかちょっと調味料とか入れたりしてからに <laughs> 5分後に混ざるみたいな,なんか朝起きたらできてるみたいな <laughs> そんな感じになってるのかなすごいよねなんか。 んね、中身絞るときもなんか洗濯機使ってるとこあるって聞いたよなんか皆さんこんにちは東京都練馬区のうなパパですゆうたしくお願いしますこんにちはして今日アンサー B 買って10年経ちますが壊れていませんよゴミ取りネットは壊れて通販で買い替えましたがそれ以外は会長です父の田舎ではおり農作業小屋に二層式の蓋のらない洗濯機があって収穫した芋類を洗濯機で洗っていましたねほら ね。はい。タイトルまさに芋洗いって書いてますね。<laughs> 芋用洗濯機。意外とよ、農家あるあるかもしれんな。うん、こんなところに洗濯機っていうのがあるっていうね。のが、うんうん、あの、えー、ガソリンスタンドにもあるさ。タオル、ね、使って洗うところな、裏側のスタッフがいるところみたいな。ね。 兄ちゃん,とかなんかよく洗ってたりしますけど皆さんこんにちはシシカバブー太郎ですこんにちは今日のアンケート今は B だけどちょっと前までは A だったよ洗濯機の内蓋を止めている金具がバカになってしまってしっかり蓋が閉まらなくなってしまったんさこうなると今の洗濯機ってエラーになってしまって動かなくなってしまうんだよねんで、ね、しょうがないから電気屋さんを呼んだよそしたらああはいはいこれよくある故障なんだよね と言っていたものの10分ぐらいで直してくれたのは良かったんだけど、その修理費が出張費込みで2万5千円もするってどうなっとるんだ。これ天井上方みたいなもんだろいやいや今日も最後まで読んだあね。高い高い売り売りビジネスチャンス論でやるとふた <laughs> 出張してくとふた直しますよ。<laughs> ハンダのチームで作って、うん番号をかってからねふた直しますって書いてあるの <laughs> ラジオやろんで、ね、ラジオや足が <laughs> はいありがとうございますえー、イブさんこんにちは50代も楽しいさんのベストソーダーですこんにちはアンサー今は B だけど6年ぐらい前かなアパートに住んでる時に洗濯機はベランダにしか置けなかった台風で洗濯機が倒れて蓋は飛んでいった大家族スペシャルな我が家でしたがコインランドリーに3日通ってダウン お姉ちゃんが買い替えるというので助かりました今はマンションの中に置けるので小さな幸せはいベストソーダさんありがとうございますもうこんなと終わりなのか別にもし新しくてもうんいやなんかメーカーに問い合わせって二人ないですかっていう問い合わせって結構ないのかなねえうんいや 形によるけど作れるでしょマジであれねまあプラスチックだとは言わんよプラスチックは成形が難しいからねまあまあアルミ板でもなんでもいいですよ曲げてねうんちょっとなんかピカピカにして鏡面磨きにしてがもうピッカピカのなんかちょっとメタリックな感じのねう <laughs> 木で作ってもいいし。もう立派が磨いてからに、にすうってから、に木のした、たっかそうなもの、なんか。ヒノキかなんかで作ってからね。ヒノキの蓋。六万円。ヤッホーヒープーにヤクマディーさん、リスナー皆さん、こんにちは。海が見えるところから、たつきの母ちゃんなのだ。はい、こんにちは。 アンケートの洗濯機の蓋壊れていますかということで蓋は壊れていないんだけどここ数日脱水が壊れているの B 蓋は壊れていないんだよ天気が良かったから絶好調なんだよだけどこの雨で脱水が壊れて手で絞っているわ手が痛いの何のはあしやだから今日洗濯機買ってくるよムカつくうん今まであムカつくじゃないね今までいっぱいの洗濯してくれてありがとうだね我が家の洗濯機ボタンもボロボロ お疲れ様でした。店舗しますね。ギブニープいいやん。家族の洗濯物絞るって大変だね。はい。いや、手で絞ったら大変まあまあボロボロだな、これ。これすごいですね。もう穴、穴なってるな。いや、これは買いましょう。これはもう素直に買いましょう。まず、あのボタンの。一番上のボタンの、こうなんていうの、ボタンがない。 上のこのボタンが取れて中のこの芯だけ見えてる <laughs> どれがスタートやんこれ <laughs> これかい <laughs> いええな<ー>これあの残り何分とかあんな液状ももう光らないんじゃないバ <laughs> ッペえたらこうそうこ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 うへえこれはお疲れ様ですよ <laughs> <laughs> これ相当お疲れ様ですよえっ <laughs> これこれ90歳まで働かされてるみたいな感じだと思うんだ <laughs> して蓋は壊れてないという <laughs> はいありがとうございますこれはもうさすがに買いましょうねさあじゃあ月曜日のこの時間は「日けイカレコード演奏所」 昭和平成に埋もれたいかれたレコードを紹介します今日は昭和54年から57年まで放送された <laughs> 懐かしい人形劇「プリンプリン物語」のレコード「プリンプリン物語ソングブック」の中から作品に登場する武器商人ランカーとその秘書ヘドロが所属する世界お金持ちクラブをたたえる歌 えー、じゃあまずこちらから聞いてくださいどうぞ、はい、世界お金持ちこれはあのお金持ちの発想の中でちょっと貧しいのが混ざってるっていうところがいいですよねちょっと庶民的なところもあるというね。<laughs> マンンション 別荘,別荘やら若いしえー、まあキャビアフォアグラまで若いしが松茸と数の子 <laughs> うん世界ですよ世界のクラブなのにね。<laughs> うんはい、でですね、はい「プリンプリン物語」懐かしいなとこれもうルチ将軍って出てくるんですけど俺昔あだ名ルチ将軍だったんですよ。 高頭部が合体だったからね。はい、ということで、プリンプリン物語では名曲が多いので、もう一曲お届けします、まあ。曲も短いしね。国民が全員、怠け者の国、お皿ムームー国の歌です。どうぞ。働くより楽をした。五十六秒。 あのジュジャン長いの何ギャンばい楽したいから立ってるより寝ていた方がいい <laughs> <laughs> この国はどんなって税金とか徴収するのかな <laughs> インフラとかどんなって整備するのかなって思うな、ね、マジで <laughs> はいということでお皿ムームーン国家 ね、お聞きいただきましたね。イカれてるなぁ <laughs> <laughs>、はい。以上、響けイカレコード演奏所でした。はい、すごいな懐かしいな知能指数千三百ですよ。どっち将軍ってすごくないですか？デイジュー。白が長すぎて重たいから、この後ろ久を支える人がいるんですよ。棒で。<laughs> だから後ろくによ1300って書いてあるわけど能指数を自分で自分でっていうかまあ生まれつきかもしれんけど分からんけど恐ろしいものがあったらいいですよねこれねはいじゃあアンケート戻りまして鴨の母ですははいこんにちはなんかなこの表現やや壊れています なので鴨の父しか扱えないということにしています蓋が最初でしたが多分今脱水からすすぎに行くときもおかしいですエラー音が鳴るとほら読んでるよというと鴨の父が洗濯機を何とかおだてて使っています大丈夫だよ頑張っていけるよほらほらいけたじゃん偉、ね <laughs> はい偉いとか言いながらねさっきもバンミカスっていう人いましたけど なんかあるんだろうね。コツがね。ちゃんと違うでこんなんですよ。ここここちょっとこんこんとか。ここのセンサーちょっとも調光すれば、もう一回やるわけよとかっていうのがあるんでしょうね。多分ね。うんもはやあの全自動とかっていう意味があんまりなくなってきてるんだけどな。<laughs> 死に死に手間かかるようになってるな。うん。あ。サトウキビ畑よりはい、こんにちは。 お疲れ様ですああ、暑いでしょうよ今日からクーラーつけます暑いでしょうよ <laughs> さて今日は B のまだ大丈夫です洗濯機君はベランダに置いています太陽カンカンのところにあるので蓋がちょっと色ぬがしているので洗濯をすると洗濯をするときは大丈夫気分悪くないね洗濯していいと問いかけています <laughs> たまには拭いたりして大事に使っています さてクーラーつけますのでヒープーさんの相手も終わったことだし帰りましょうね <laughs> いつもどっかに帰るんだよな <laughs> すいませんねいつも相手していただいてえ大丈夫ね今日はあんた気分悪くないねこんなあの太陽の海にあってあんた本当に脱水症状になってるんじゃないの本当にね。<laughs> 洗濯機だけに <laughs> 頑張ってよつってね 面白いな俺家電に話しかけたこと一回もないけどなすごいね皆さんこんにちはボワイトレモンと申しますはいこんにちはアンサー B のいいえ壊れてないですなぜなら5年おきぐらいで洗濯機自体が壊れて買い替えているからです洗濯機はお母がしか使っていませんので僕も家電機器をすぐ壊すので親子揃って破壊屋です名付けて「 ゲレン家電しか当たらんのです <laughs>。<laughs> また、小学生みたいな名付け方したな <laughs>。はい、ボワイトレーモンさん、ありがとうございます。すぐ壊してしまうの、家電を。えでも、なんかいるよね、たまにね、私が使ったら壊れるんだよねっていう人いるよね。な。扱いが雑なんじゃないの。ボワイトレーモンさん、違うの。なんか、蓋とか、バーンとかって閉めてんじゃないの。 にいや家電もそうですけど車とかもそうですけどなんかね分かる時あるよ。はいこにゃ今俺のこと捨てようとしてるやつさとか分かる時あるよ。ぶち切れて壊れるみたいな「いいよもうじゃ!」っつって「いいよもうもうお前助かん!」とかって言って壊れる時あるよなんか <laughs> 車とかもそうだけど逆もある。 なんか調子悪いやす。だって、って修理屋も全然。あ <laughs>、何がみたいな。別に、別にですけど、みたいな。あ、け。いや、さっきこんなだったやしもう全然知らん知らん。みたいな。ね。<laughs> イブさん、こんにちは。原八部です。はい、こんにちは。ティーサージパラダイスは面白いリスナーさんが多くて、いつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。アンサー B ですね。まだ壊れていません。蓋閉めないと。 この世の終わりかというぐらいにピーピー鳴ります結構怖いです今日も最後まで聞いておりますはい原八部さんありがとうございますうちのやつはねピ終わったようなやつはピーピーピー,ピー,ピー,ピーみたいな感じなんですよ割とまあ耳障りではない音なんですねうん ポタト閉めてない時もこんな感じの音です同じような感じの音ですよな、うんでこの世の終わりかっていうぐらいのピーピーで <laughs> うわーっつって <laughs> うやーっつって <laughs> もう断末魔みたいな <laughs> <laughs> もう毎日こうやって疲れるよや <laughs> <laughs> ピー,ーピー,ーピー, <laughs> ピー みたいな <laughs> パターンみたいなね。<laughs> はいありがとうございます。うるさいってことなのかな。うんね。あんまり音量てか過ぎてもあれよね。なんか皆さんこんにちは。えー、コーラル金子築さんはいこんにちは。洗濯機がない。え？旅先のビジネスホテルのお風呂で。 その日に着た服をその日に洗うというパターン。これを普段の暮らしでもやっているので、洗濯機がいらなくなった。私はティーサージリスナーでは少数派のお風呂またはシャワーは毎日浴びる。なので少数派ではないですよ。逆ですよ。浴びない人の方が少ないですよ。毎日その日に洗って干すので、断捨離して洋服を減らしても問題なしです。夏は1日2回以上洗います。家族で住んでいたり、子供がいる家だとそうはいかないかもしれませんが、一人だと洗濯機もいらん。 すごいなはいコーラル金具さんどうもありがとうございますでもな確かにな一人暮らし一人用の洗濯機ってないもんねだいたいまあまあ家族2人ぐらいからのちっちゃいやつでもねあんまりちっちゃいやつってないさ冷蔵庫とかほら個人用のちっちゃい冷蔵庫あるけどテレビもねあるけど洗濯機はないからね ままあまあ自分が着る分だとは別に手洗いでもいいのか確かにね、うん、洗うのいいんですけどさっきもありましたけど絞るの大変くらいなんかねジーパンとかデジだよ絞るの絞ったことあるジーパン死になんげりよ <laughs> ひ,ねひねるのが全然水を絞れんしなんかねえー「こんにちは散歩中の鳩ですおい鳩からメールちょん」 <laughs> アンサーは A ですベランダに置いているので去年の台風で蓋が3つのパーツに分かれました <laughs> 現在洗濯のたんびに3つのパーツを組み合わせて使っています, <laughs> すごい <laughs> これはめてこれはめてこれ 3, 3つ入れてパカンってやった OK <laughs> できたっつってこれ毎回やってんだよね <laughs> <laughs> これもなーモーター生きてるからまた捨てれても言えないんだよ使えるしな手間かければなこの3つを1個にすることはできないわけ <laughs> なんとか何 <laughs> のなんのパズルやが俺毎回洗濯のたんびに <laughs> なイメージなこの折れ曲がった負担のイメージあるから何 はめる順番も決まってんじゃないもしかしてあっちはめてこっちはめて真ん中ちょっと斜めに山なしてパカンみたいな <laughs> <laughs> うん直しきれるんじゃないか送ってもらったらこの長菅がやみなんかはいありがとうございます <laughs> みんな回,回せるから捨てられないんだよなはいじゃあコマーシャルです X 見てたら衝撃の事実3つその1むさん洗濯機の蓋通販で売ってるおれ、えー、ややらっと教えや早くやらんからや <laughs> はなあアルビってるわけこれやられたな先に <laughs>、ね、<laughs> 向こうもラジオやだからな <laughs> あと これ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 えっとね元ユニンチさんがヒープーさんバケツぐらいの洗濯機あるよえ知ってたあんなて一人よってことええー、<laughs> っていうのと下城さん同級生の合伐あたのあだ名ムルルチ将軍だった <laughs> やっぱりね、うん、通販に蓋売ってるでもその ななその洗濯機と合うやつがあるってことはえー、はい、衝撃俺、いいこと聞いたんじゃないふた氷と運動っていう人うんこんにちは、イープーさんラジオネームちびもにですこんにちはどうしたんですか、今日のアンケート今日,今日に限らずですけど洗濯機の蓋た、壊れていますかにー、e、のび、壊れていません 今の洗濯機は全自動だから閉めないと回らないんじゃないんですか二層式洗濯機じゃあるまいしね今度は壊れたシリーズが始まりそうな予感明日はトイレの蓋壊れていませんかってアンケート取りそうですねで、午後も仕事頑張るぞあーなるほどねあれこれ壊れたシリーズうーん何回かあるよねこ,これ壊れてませんかみたいなアンケートねうんはい、ありがとうございますそうそう、二層式はね ポタ閉めないで回るよったの昔危ないねだからあれ脱水とかやってるの大変さ手巻き込まれたらね<ー>はい。ひぶさんこんにちはラジオネーム陸海空ですこんにちはそして今日のアンサーは B です洗濯機の蓋は壊れていないけど炊飯器の蓋が壊れています蓋を閉めるときはフライパンを蓋の上に乗せてますよ <laughs> <laughs> これもな <laughs> ね なんか重しのせないとダメってこと多分ねうん <laughs> まあでも炊けるんでしょで捨てられないよねああこれこれこれ作れこれすきのふ <laughs> さっきもう通販だよこれはないやつさすがに通販になうんなんかさ別のさなんか砂袋みたいな置いたら蓋の上に乗せるやつ蓋用のなんか <laughs> ふた結構壊れてるなカチッてならなくなってるとかね多分ね、うん、アンサー B 洗濯機のドアはちゃんと閉まりますし壊れてもいません P ですお邪魔しますはいこんにちはあれドアって言ってんのあれ、うん、問題は寝室のテレビ気まぐれでついたり消えたりします昨日は電源入れていないのに急についたり消えたりして故障じゃなくてポルターガイストかなって感じ 寝室のテレビはどうでもいいけど洗濯機にポルターガイストが起これませんようにじゃあの安心余裕やろこれまあまあ怖いやつどうや <laughs> 急に作ってや急にや夜中やザー言われたらやびっくりすんどんですかねこれどうね判断やろこれテレビが勝手についた気やったりするのでも主電源入れないとそうならないよね普通ねうんあ、はいオリヒアポルターガイストじゃないか お札お札お札ちくれお札さんごさん冷蔵庫だけは壊れる前に買った方がいいです友人が壊れてから買い替えに行き在庫がなくて配達が3日後だったので冷蔵庫の中のものを実家に持って行ったりクーラーボックスに入れたりして大変そうでしたしかも真夏にいやー分かってはいるんですけどねまだ生きてるからなーこれ <laughs> はいでは一曲 ラジオネームユンタンザヤッシーさんからのリクエスト「日大があるできっと愛がある」入りましたティーサージパラダイス昼にボケどこ。い,い、えー、今日もね一番面白いベストオギリスト決めましょうということで今週はですね「あの昼ボケ番外編」ということで沖縄移住を考ええる人に伝えたいアドバイス、ね、まあリアルなものでもいいですしね 真剣なやつ笑えるやついろんなのあると思いますけど、僕が伝えるのって一言まあオバは必ずしも優しくはないよっていうところですかね。はい優しいオバもいますけどね。うんそうじゃない人もいますからね。行きましょう一発目。タマティロさんの沖縄移住を考える人へ伝えたいアドバイスとは。 海沿いはいいんだけどいろいろ錆びるのは早いよはい早いですね洗濯機外に出すパターンすぐ錆びると思うんです多分あの下の方からなんかね、うん、ペンギンさんの沖縄移住を考える人へ伝えたいアドバイスとは水着いらない <laughs> はいこれあの あんまり沖縄の人は海で泳がないっていうのもあるんですけど別にあのね高校の時の短パンと T シャツでも泳げますからね沖縄の人こんなの多いまあでも最近は沖縄で人でも水着着るようになってるかな確かにはい「ラジオネームアフィーさんの沖縄移住を考える人へ伝えたいアドバイス」とは「あと <music> からや」と言われても来ないから準備しなくてもいいはい これはまた後日ねっていう意味も含まれてるんであとからや言いますねあと回って中佐っていうのは回ってこない時あるねあと <laughs> から回って中佐っていうのは回ってこない時回遊魚介やみたいな目が回って中佐にありますねマも文さんの沖縄移住を考える人へ伝えたいアドバイスとは あんたよもうって肩を叩いてもスキンシップだからさ、うん、急に叩かれたみたいな知らん人にって思うかもしれないですけどこれも挨拶みたいなもんですからねうんあんたよもう冗談とか言った時によくやられますねこれね。ルパンがしたフジコちゃんの沖縄移住を考える人へ伝えたいアドバイスとはおばあは言うことがコロコロ変わるのでおばあの言葉は軽く流しましょう <laughs> うん、シーミータたーデイジロー毎年違うロールが <laughs> 俺から先でやるの去年逆やってしえっていうのがいっぱいあるからね、うん、はいえオマーユエビさんの沖縄移住を考える人へ伝えたいアドバイスとは 沖縄では稼げないので絶対にお金を貯めてからに移住してください同じ内容の仕事でも賃金が驚くほど違いますかっこマジですこれ真,真剣なやつだろ <laughs> 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 確かにね上がってはいますけどね昔と比べたら少しは上がってはいるんですけど全国の平均から見るともしかしたら ままだまだかもしれないです、ね、うん白目部部長さんの沖縄移住を考える人へ伝えたいアドバイスとは主な仕事はレンタカーとコールセンターいえ <laughs> もうおにも部たくさんありますけど <laughs> たくさんあるよあるけど <laughs> まあそういうイメージなんでしょうね多分ねあ,あのね 内地の大きい企業のコールセンターも沖縄にあったりするんですよ。はい。全国からかかってくるっていうね。なんでかっていうと、この沖縄の人のホスピタリティがかなりなんか人気みたいで、話の聞き方とかね、この柔らかい喋り方とかゆっくりした喋り方とかねが人気らしくて、コールセンターだから多いんですよ。沖縄は、はい。 ポロリーマン不動産ポロリーマンでいいしポロリーマンさんの沖縄移住を考える人へ伝えたいアドバイスとは畑に迷彩服の人がいますが兵隊じゃなくておじいですので安心してください <laughs> あの軍の払い下げのね迷彩もしくはカーキのね来てる人がねいるけどあれこれね本当の人間かあれ昔の人かな昔の人の幽霊かなと思うけど おじ,おじいだからねうん乱暴かなと思うけどねおじいだからねうんでも今時いるかな昔はいっぱいだけどね明細のズボンつけてたの <laughs> ラジオネーム島条理さんの沖縄移住を考える人へ伝えたいアドバイスとは <music> 田舎のスーパーに行ったらおばあが「山でで」乗ってくるよ <laughs>、はい、え実話で何回か家まで送った。 僕もありますね、はい、あのお家昔の牛かのあげななんですけどちょっと都内ごはあの赤道っていうところがあるんですよ中病院があるところなんですけど中病院の前のなんか信号で俺信号待ちして止まってたら「おばこの手はきんもしちょろろおばあや,やったかやとって」とウインカーで止めたら「23万までやが」ってあっち向かってるからあげなんかやりやすにあじしはあげなまぬし行け」っていう普通にありましたね。 さあ、じゃあですね本日のベスト荻リストは CM の後発表しますのではい、コマーシャルいいじゃあ本日のねベスト荻リストを決めますねはい、今週は番外編ということで沖縄移住を考ええる人へ伝えたいアドバイスって何ね,ね水着いらないはいペンギンさん確かにねっていうかさ暑すぎてよもう水着着て太陽のみで泳ぐったらもう俺もうやらんな どんだけ日焼けするからよっていうね日が落ちてからとかねなんかそうなったら分かりますけどちょっと夕暮れ時だったらまたねちょっとバシャバシャやってもいいかなと思いますけどはいえー、あペンギンさんのねえー、アフィーさん「後からや」と言われても来ないから準備しなくてもいいよこれはもう何後日ね「またね」って言うと一緒なんでね「後からや」「えこのあと来るの?」「もう今夜中12時なのにまだ後から来るの?」みたいなね は今、い、日一これですねポロリーマンさん畑に迷彩服の人がいますが兵隊ではなくておじいです。<laughs> はいいよ,よねね軍払い下げの、ねうんはい、ということで今から沖縄に住もうかなと思ってる人にアドバイス教えてくださいこんなやって思ってるかもしれんけどこんなじゃないよとかねは意外とこんなとこあるよとかはい。 えー、じゃあアンケート戻りまして「洗濯機の蓋壊れていますか?」「A がはい B がいいえ」「アーロンさん」「ヒブさんこんにちはこんにちは」ちは「今日のお題のアンサーはもちろん A」<laughs>「もちろんではないんだけどん <laughs> <laughs> でもちろん壊れてれば」「まだ買って3年ぐらいだけど去年のクリスマスに内蓋のジョイント部分が壊れました」「死に引き合わん」「画像の部分が壊れました」まあ、でも 軽く叩いたら閉ままるのでで今も修理しないで使ってます、はい、<laughs> 壊れてるな <laughs> 俺がさっき言ったさこの蓋の凸部分あんまが割と、うん、えここ強度大事だけどなねえもう,かもう閉まるからいいかっつって片一方だけこのなんていうの蝶つがいで持ってるというかね うん俺の俺のタンブラーと全く一緒これこんな状態む無,無るよおばあって書いてます <laughs> <laughs> はい、えー、皆さんこんにちはラジオネームエンマ大王ですはいこんにちはおいのラジオネームお化けギャルソンに頼んでメールしますおそうなの甥っ子さんなのうーん 家の洗濯機は壊れてないけどたまにヒンチ壊して動かない時がありますまたヒープさんは手回し式の洗濯機わかりますかいや俺これ世代じゃないんですよちなみにこの洗濯機はハンカチ、靴下、チーチーバンドなどの超少なめの洗濯機は経済的に上等ですはい。チーチーバンドって何ですかこれブラジャーのことですかね多分そうですよね あれチーチバンドって言ってんの？<laughs> チーチバンドな？お <laughs> お。これ何時代の言葉ですかこれチーチバンドって？<laughs> はい、ありがとうございます。いやね、あのね、一人用洗濯機って検索したら出てくるんですよいっぱい。本当にバケツみたいなものからでっかいなんか、うん、ミキサーみたいなもんまでいっぱい出てくるんですよ。ーええと思って。あるんですね、ちゃんとね。 <music> ヒップ遊ぼうルパン返した藤子ちゃんだっちゃこんにちはうんん大丈夫い我が家の洗濯機は庭の後ろに置いてあるよ洗濯機って調子悪くなったら喋るよね前の洗濯機が壊れそうになった時脱水したらどっこいしょどっこいしょって言ってよ <music> はーい冷蔵庫が壊れそうになった時トゥルルンテンって言いましたよ <laughs> チャオチャオレジナトン どっこいしょうどっこいしょうってあ<ー>まあ百ポイズって脱水の音がねガタンガタンがねどっこいしょうどっこいしょうに聞こえたっていうのはあるんですけどトゥルルンテンって何ですかトゥルルンテンって言って壊れた最後の一言がトゥルルンテンだったん <laughs> はいありがとうございます面白いなうん <laughs> 車好きですけど車と喋ったこともないですし家電と喋ったことなんて絶対ないんですよこれ女の人の多くないですかなんか喋るのって頑張ってよとか <laughs> ね男は絶対喋らないんじゃないかなと思いますけどどうですかねおラジオネームイサムは友達56歳おっさんです先日はありがとうございますアンサビ 我が家の洗濯機は調子が悪くなると新しいのを購入して修理をして2軍3軍へとなります3軍もだるわ1軍は直接肌につけるもの2軍は作業着など3軍は雨がっぱや汚れたウエスやボロ雑巾3軍洗濯機なんて20年ほど前の2層式ですガタガタ音はしますがまだまだ頑張ってくれるでしょう全部壊れてないってことへえー 一体どこに置いてるんですか3台もすごいねなんか作業場みたいなところがあるのかな、うん、二層式丈夫やさや、うん、なんで二層式がいいんだろうねやっぱり今もね選ぶ人がいるからあれ要は洗濯終わったら取ってからに脱水のみに移さないといけないさで一応手間ではあるんですよ 全自動はほらもう同じ入れたらすすぎも洗いも脱水までやってくれるさ移さないといけないんですけどなんでですかね何であれがいいんだろうねあ壊れにくいあ分業してるからね脱水は脱水でガタガタするところはガタガタ専用のね